すする TV。 ゼレゼレどうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、再びラーメン花月で新しい限定メニューが出ましたということで、こちら来ちゃいました。ドン。 JR 荻窪駅から徒歩3分くらいのところにありますラーメン花月嵐荻窪西口店さんにお邪魔してます。今回もね、ラーメン花月さんにぜひ食べてほしいということで呼んでいただきまして、本当にありがとうございます。今回はこちらの小倉優香さんというかなり若手の期待の女優さんが PR 大使を務めるラーメンということで、小倉優香さんもラーメンも大好きなので早速いっちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン花月嵐さん、ショッケースです。今回は期間限定のグランキャニオンのチャーシュー増し、グランチャーシュー麺、さらにこちらも期間限定のグランドチャーハンもプッシュ。今回 PR 大使を務める小倉優香さんの写真集を花月さんからいただき、ありがとうございますと着丼前に鑑賞していると、こんにちは。いいえ、はな、え、な、なすかすか、仕掛けてました。うーわ、やられたわ、マジで。まさかのご本人登場パターンを花月さんがサプライズでご用意してくださってました。こいつはすごいことになりそうだぞってことで、今日は一緒にラーメンすすっていただくんですか。はい、ラーメン私も大好きなので。あ、本当ですか。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。小倉優香です。よろしくお願いします。最後につけたみたいな。そんな神ボディの小倉優香さんとラーメンを待ってるぞ。来ました。こちらがラーメン花月嵐さんのグランチャーシュー麺です。おーい、グランドキャニオンがごとくどっしり鎮座するチャーシューと、さらに上にはニンニクも乗っていて、こりゃ面白そうだってことで、いただきます。いただきます。まずは醤油香るスープから一口。うん、意外とめっちゃ見た目的には濃い感じに見えるけど、意外とあっさりですね。飲みやすいです、僕。コメントは任せます。俺もそんな普段コメントする派じゃないんで。小倉さんに任されてしまったので、しっかりとコメントさせていただきましょう。これうまいスープです。ということで、気を取り直してチャーシューを一つ食らってみると、ポイーン。ホロホロと溶けるタイプのチャーシューは味もしっかりながら、上の一味がアクセントになり、エクセレント。これには小倉さんもグラグラ来てるようです。こういうデートもいいですね。まあ、ありです ね、ラーメンデートいいですね。デートなんですか今日。あの微妙な笑い言うと笑ってもらったわ。さあ、高鳴る鼓動を抑えて麺に行ってみましょう。普段の花月さんよりは太めの麺を、はい、すする。ドボーン。もっちりで食べ応えのある麺は醤油の立つスープと絡まると、しっかりと食べ応えもあって、バカな息子も愛してしまいたくなるうまさ。さらにもやしを絡めてすすってみたり、上のニンニクを溶かしてすすると、ますますパンチ力倍増で、いろんな角度から幸せパンチを食らっています。彼女とラーメンデートなのに使っていいよ。個人的に使います。そんなサービスショットにすするのチャーシューショットでお返しをしたところで、限定焼き飯のグランドチャーハンが到着。うわー、やっぱ音がいいっすね、このジュージューって音。今回は特別に小倉さんに混ぜていただき、その手際の良さに感動したところで、早速食らってみた。うん、うん、お焦げがおいしい。おいしいね。うん、ということで、花月さんの焼き飯ならではの、食べれば食べるほど食欲が増すジャンクな味わいにスプーンは止まらず、スープと一緒に食らえばそこはラフテル。ということで、あっという間に完食です。大変美味しくすすれました。安定感ありながら迫力もバッチリで、超グランドな一杯でした。それでは、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。というわけで、花月嵐荻窪西口店さんに行ってきたんですけども、どうでしたか今回のラーメンは。最高に美味しかったです。お、よかったです。まあ、全然俺が作ったわけじゃないですけど、作ったみたいな、作ったみたいな言い方するんですけど、そういう言い方になっちゃうんですよ。本当に僕も結構美味しくいただきまして、うん、まあ、背脂も大量にバーッと入ってたんですけど、飲み口は本当すごくあっさりしてて、まあ、醤油ラーメンと極太の麺を絡めると、さらにこうパンチがアップしていい感じだったかな。小倉さんは結構ニンニクも最初からがっつり混ぜて、はい、ニンニクやっぱ混ぜた方がうまいですか。私は好きです。ですね、僕もやっぱニンニク混ぜた方がすごい美味しかったんで、さらに辛いのも結構好きっていうこと、うん、まあ、上に割と一味がバーって乗っかってたんで、まあ、ピリ辛な感じもありつつ、そのニンニクのパンチもありつつ、がっつり系がっつりですね、美味しさです。うん、まあ、今回の PR 大使は小倉さんということで、うん、小倉さんから何か一言あればお願いします。はい、ラーメン好きの皆さんも、ダイエット中で我慢してる皆さんも、ご褒美など、毎日の仕事終わりの一息など、絶対に食べたら元気が出るので、うん、ぜひ食べてみてください。ぜひぜひ食べてみてください。というわけで、花月嵐さんの方のチャンネルでは、うん、はい、こちら小倉さんの写真集、さらにサイン入りチェキプレゼント企画やってるということで、はい、ぜひそちらのチャンネルの方もチェックしていければと思います。どうも今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。僕もサインいただきましたので、はい。なんだこの。オッケーオッケー。
それではスルの公式キャッチフレーズ、ラーメン花月嵐荻窪西口店さん、神ボディとの神ラーメンや。神ボディ、はい、ごめんなさい。いいっすね、いいっすね、いいっすね。あ、いいっす。いかがですか。いい感じです。ありがとうございます。これでいきましょう。じゃあいただきます。